そして、美輪さん、ありがとうございます。えー、こんにちは。たすくさん、ラルカンシエル関連の鬼コメントを読んでくれてありがとうございます。ラルカンシエルは30周年を昨年迎えたから、多分カブさんが生まれた頃、えー、有名なハニーや虹は、多分カブさんは小学生の頃でしょうか。うん。曲はそれからたくさん出てきて、えー、テレビは新曲が出た時くらいだから、ほぼ知らない、知らない曲ばかりかと。うん。 音楽もいろんなジャンルや歌詞やえバンドにクラシックやオペラにえポップスミュージカルに演歌や童謡いろいろあるからえ好き嫌いは自由なんで、えー、あまり好きじゃなくても大丈夫ですよ、えー、皆さん好みや感性が違うから多分アルバムに入っていてファンの中では有名な曲も曲やたくさんあるからほぼ聴いたことがないと思うのでロックだけではなくバラードも良いのがたくさんありピッコロ様もバラードが良かった、うん ギターのフレーズが良かったと言ってくれ。斉藤和,和義さんが好きとあったからギターはめちゃくちゃうまいから。家政婦の見た主題歌もあります、ね。家政婦の見たってなんか懐かしいですね。うん、で、聞いてみて良かったから元気になると私はファンだから紹介しただけなんで。うん。馬くんとハイドは見た目は背や格好が同じくらいで目が大きくて格好可愛い。 えー、そしてですね、普段が、あの、頬枠優しいけど、スケートや歌やギターは集中力と不思議な見分け的なオーラを発揮する。えー、スケートを極める姿、バンド活動やソロ活動から、音楽、歌を極める。また、見た目と違うユーモアもある。割とお茶目、えー、スケートの技術や表現力を進化させて、挑、え、戦、ー、的な、えー、ハイドは、あ挑戦的なハイドは歌や曲の進化や挑戦かな。 えそんなところが少し似てるかなと。え年齢も30歳くらい、2人は違うから、世代が違うんで参考までに。また、チケット代とあり、近年は私は SS 狙いのファンクラブだからですが、やはりコロナ前は9000円くらいですね。なるほど、うんえ。1万円前後、スケートの半額くらい安い感じかな。うん、昨年は、 コーロナの影響や30周年メモリアルグッズ付きだったから2万2000円といつもより高く S 席は1 6500円あとはもう少し安くしかしチケットはやはり争奪戦かなという感じで結構やっぱ人気ありますねで SS 狙いならなおさらたくさん昔からのファンがいますから曲もたくさんあり新曲もまた女性関係ハイドは飲んでもおとなしいからあの話題のガーシーも奥様がいるし えー、大切にされているから何もないらしい句、それが逆に偉いと記事に最近なりました。ああ、じゃあ逆なんですね。なるほど。さすが、ハイド。そして、そうですね。あんなにかっこよかったら、それは誰か近づきますが、ガセネタだったり、奥様がグラビアをするのはちょっと NG 出してやめてくれと揉めた過去がありですが、週刊誌のマスゴミから、現在、海外に住んでいて、子供を17歳くらいだし、インターナショナルスクールに確か、 小さい時からお遊戯会や運動会にハイドが参加したりでほのぼの楽しく過ごしてるようですよ作詞も作曲もしてきたからたくさんヒット力もあるし売れても普通の感覚でいたからいたらしく収入の割には僕はお金は使わないんだよねと言われていましたよえそんな天狗にならない姿もショウム君と同じでいいなと油断でしたが動画を聞いて たら書きましたという感じですね。うん。聖武くんと、えー、アルカンセルの共通点っていうところはそこなんですね。うん。そして、美、え、輪、ー、さん、ありがとうございます。えー、あすまおちゃんのビヨンドからお知らせが来ましたということですね。9月25日、浅田真まおちゃんの32歳のお誕生日です。ってことは、これは皆様の時間に明日ですね。 うん、そこで次回、兵庫公園4公園すべての会でアイスショー中に誕生日イベントがあることが決まりましたよ。また、グッズを購入された方や会場受け取りの方にオリジナルポストカード、プレゼント、また9月25日日曜より公式オンラインショップから誕生日記念グッズ発売と販売あると知らせが来ましたよ。 わあ私も近ければ兵庫公園行きたかったな、羨ましいな、アイスショーはやはり年齢的にもこんなに70公演以上を滑るなんて今後、えー、分からないから見れるときに、うん、あのタラスは鬼ステップをガン見なんて、えー、ラストチャンスくらいの意気込み、モーちゃんのアイスショーにかける思いをぜひ皆様現地に行かれて見てほしいなと、これ放送はないんですかね。 回を重ねるたびに進化中らしく、まさにどこかでトリプルアクセル入れたらびっくり、練習中らしいから、先日の王様のブランチにお買い物コーナーで着て,ていた素敵なワンピースが既に完売になったらしく、 えすごい。私も欲しかったな。似合うかは分かりませんが、素敵だったな。明日は夜11時半から TBS 人生最高レストランですよ、えー。バンクーバーではソチオリンピックが秘話で出る嬉しく、録画準備万端楽しみです。やはり好きなスケーターが頑張っていたり、えー、テレビも見たら活力は出ますね。ありがとう、まわちゃん。いや、これ YouTube 見たかったですね。あの裏話、秘話、知りたいですね。ソチゴリの秘話。うん。明日なまさんとお姉さんと何かあったのかな。あとなんかいろんな火花がね、気になる。 でなんかちょっと動画あったら見たいですね。うん。えー、ガスさん、ありがとうございます。えー、っと、日本の、あ、これ、イリアン・マリニン君の話に変わるんですが、日本の印象について、日本が好きかどうか、そこまで言うような印象は、えー、受けませんでした。ああ、なるほど。ユージャールって違和感でしょうか。いつもと違う場所に来たら、大抵ユージアや、 アンユーザルかですよということです。あ、これ、テレ東のインタビューを見られたんだと思いますが、あまり上手い日本語訳ではないと思います。あすみません、もうこれ、日本語訳のやつ見ましたね。うん、あの4回転アクセル挑戦も国際大会の後になっていましたが、全米選手権の間違いでした。あ結構間違えてますね。うん。あと、鍵山選手や宇野選手は自分の競争相手になると言っているのは、 キャ,ッチでできキャッチできましたが、怖くないって言ったところは聞き取れませんでした。私が見た動画とはえ違うのかな怖くないって言っているのを確認したいんで、かぶくんが見たインタビュー動画を、えー、教えてもらえるとありがたいです。うん。ありがたいですということなんですが、一応ね、URL を貼っておいたんですけど、なんかあの今季、まあ、厳しすぎるとは思ってないっていう話はね、してましたね。うん 佐々カさんありがとうございます。えー、マレニン選手も羽生さんと試合で直接対決をしたかった気持ちがあったのですね。指の4回転アクセル対決が実現しなかったのは残念でした。うん。いや正直ねやっぱりあのー、見たかったですね。 うん、ただ、今後、宇野選手とマリニン選手が試合で初の夢の,あ夢の4回転アクセル対決が実現する可能性はあるかもしれませんね。これは考えられるかもしれませんね。うん、ただ、ね、4回転アクセルって結構繊細で、やっぱあのなんか毎回毎回入れてくるような技ではないっぽいんで、うん、だからまあどうなんでしょうかね、結構まだ定着するには時間がかかりそうな気はしますね。うん えー、マンタマンクレアンさんありがとうございます。えー、カリレマ選手の4回転サルコウってマリニン選手の4回転アクセルを得点を上回っている大会があったような気がします。うん。GOE 加点ということですよね。4回転アクセル習得は確かに素晴らしいことですが、他にも大事なことがあるのではないかと思います。えー、マリニン選手のコメントはアメリカよりもロシアって感じがしますね。ああ、なるほど。日本選手のコメントが。 ここにに比べて控えめであるるかかもしれませんがコメントに強さを感じののは日本の中だと三浦香選手かな、うん、結構だからね、張り切ってますよね。ますます日本選手に頑張ってほしいという気持ちが強くなりましたというね、うん、いう感じでございます。まあ、多分4回ってなくてもね、まあ、確かに人点もあんま高くないんで、まあ、あの勝負という面で考えると、まあ、ちょっと、ね、微妙な感じはするし、ミスのリスクもありますし、うん、ミスした時のダメージは大きいんで、結構リスクはあるかなと思うんですが、 まこの4回転アクセルを成功させるというのは、まあ、多分、その得点というよりかは、まあ、その他の感じがしますね、うん、得点をなんか上回るそのフィギュアスケーターの気持ちというかそういった信念というのを感じますね、うん、ただ、これが定常的になっているか分からないので他のところが安定,してか安定するというところも非常に大事かという感じはしますけど、うんまあ、それにしてもすごいですよ。 うん、ええー、草薙二千四さん、どうもです。えー、マリニン君のインタビューを見ました。今期。 激しい戦いになるとは思うが、厳しい戦いではないと言っていて、自信があってやる気を感じました。うん。とにかくインタビューの受け答えがしっかりしている。流されることはない。自分の考えをちゃんと言える。うん。彼のアカウント名の由来も面白かったです。これもね、ありましたよね。最初のアカウント名はルッツゴッド。えー、母親譲リりリのルッツが綺麗と言われたからだということですね。お母様は現役の頃、1年に3、4回日本に来ていたそうですが、その経験から日本に オンは唯一無理の国でおっしゃっていたんですねうん、なんかそうらしいですよね現在のクワードゴッドはまだ4回転サルコーと4回転トーループの2種類しか飛べ、えー、ていなかった時に付けたからなぜと聞かれて4回転アクセルを含む4回転全てを完璧にするのモチベーションだと答えていましたね、うん、油断でゴッドのオ、えー王はアルファベットのオではなく数字のゼロだってオ、えー王はゼロは オーバーす,べすでに使われていたからとこれ言ってましたよね。なんか不運だったって言ってましたよね。うんまあ、そういったお話なんかもうちょっとありましたが、結構なんか和訳がなんかあんまり良くなかったっぽいですよね。うん、そしてアクアマリンさん、ありがとうございます。えベルギーのルナヘンちゃん、色鮮やかな衣装でキレキレなショートプログラムでした。うん、今期はロシア不在なんで欧州選手権優勝候補ですね。 本当、まあ、そう思いますよ。で、エカテリーナ・ラボーにも欧州選手権でメダル争いをしてほしかったけど、えー、これからはコーチになるようなんで、あなるほど、コーチーになるんですね、彼女は。カナダの、えー、マデリン、うん、よかったですね、シーザース。えー、聞き飽きた曲だけど、まあ、確かに白鳥の湖ね、うん、まあ、結構、確かに結構そういうのありますよね。うん。まあ、でも彼女はやっぱ質がいいんで、ジャンプが決まってくると、より点が出ますよね。スピンもミスってある点数なんで。 あとあの韓国のアソンはさっきの世界ジュリアで4位ソヨンは世界ジュリア5位だった選手で2人とも今季、えー、GP デビューです韓国女子も国内争いが熾烈になってきました、うんまあ、確かにジュリアの選手たちがどんどんこう強くなってますんで、うん、韓国ね、ね楽しみですけど、まあ、か結構ね、えー、熾烈になってくるかなという感じがありますね。うん 木更木24さん、ありがとうございます。えー、山本総君中部大会ショートプログラム、良かったです。いや、僕まだ見てないんですよね、これも。本人は100点超えを目指していると言っていましたから、あと少しですね。フリーの構成に4回転フリップを入れてくるんでしょうかこれも気になります。足首を痛めているっていう、足首痛めてるんですか なるほど。足首を痛めているっていう情報もあるんですが、無理せずグランプリシリーズ全力で力を発揮してほしいです。ちょっと気になりますね、これは。3枠目が熾烈な争いって言われますが、何が起こるかわかんない。1、2枠目も固定なんてわかりません。翔馬君には固定であってほしいですけど、ってね。まあ、確かにそうですね。あの本当にあの、みんなが完璧な演技をしたときにどうなるかわかんないんで、 うーんまだ、ね、始まったばかりですけど、全日本の頃にどうなってるかっていうのは分かんないし、まだ宇野君と鍵山君の試合はまだ見てないんで、うんいや、どうなっちゃうんだろうっていう感じがしますね。あと、三浦君と佐藤君の状況も気になるし、片寄君とか他の選手も気になるんで、うん、ちょっとまだね、状況がつかめてない状態ですね。はい、という感じでございます。 そして、えー、マントマン・クレヨンさん、ありがとうございます。えー、5分26秒の競歩の、えー、日本選手が頭に浮かびました。日本選手、あこれ、だから、あの、歩くやつですよね。あの うん、日本選手はみんな小幅で速、えー、い気がします。えー、競歩の 20km 山西選手や池田選手なんかはそんな気がします。えー、詳しくはないのでどうかは分かりませんが海外選手と比べて違うと感じました。うんえー、競歩 50km でリオ五輪銅メダリストの新井選手は日本選手の中では突出して背が高いので例外ですよねという感じですね。うん、あの競歩はは全然分かんないですけどもやっぱ日本は 結構、あれはあの見てると面白いですね、うん。はい。という感じで、えっ、ー、と、コメントすべて読んできたかなと思いますので、えー、これで終わりにしていきたいと思います。で、これからの予定はとりあえず僕はもう10時になってるんで、えっ、ー、と、これからちょっと深夜練習と、あとは、た、まあ、多分アーカイブが見れたらアーカイブをちょっと見てから寝ていこうと,うと。 思ってまチーベルホルンイ中部選手権のショートも気になるんでもうこれもどうかあったらちょ,っとちょこちょこ見ていくっていう感じでやっていきたいと思ってます。はい